さあ、始まりました。始まりました。こんばんは。じゃあ、こんにちは。こんにちは。どうも、松井氏です。さあ、今回なんですけども、J2 リーグ第20節のベガルタ仙台対ジュビロ磐田のですね、アキラさんダービーを、一緒にですね、見ていきましょう。さあ、こんな感じで BGM、スタートです。開かした。はい。よろしくお願いいたします。はい。ちょっとなんか変な感じになっちゃった。よろしくね。はい。お願いします。さあ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 。はい。まず、あれですね。はい。今回ね、なんでこう、ちょっとね、アキラさんダービーっていうか、ね、この試合をね、やることになったかっていうと、僕今日、雨じゃなければ、群馬行こうとしてました。はい。ただちょっと今日雨なんで、はい。まあ、ちょっとね、今回は、まあ、J2 リーグもまあ折り返し地点になるから、そろそろね、まあ、こういう配信やろうかと、はい、今日は J2 スペシャルでお送りしていきたいと思います。さあさあ。両チームの布陣ね。はい。よね。じゃあ、両チームの布陣に関してね、もうそろそろでもうキックオフになっちゃうんで、はい。ね、ちょっとお待ちください。両チームの布陣ね。エンドが変わりましたね。あ、これで出るかな。はい。はい。よし。OK。はい。お願いします。はい。はい。これね、両チームの布陣ね。はい。こんな感じでなっております。はい。あ、ジュビラは 4-2-3-1 だよね。まあまあ、ここは変わらず。で、仙台は、直近ね、僕見てないからあれだけども、ジュビロも仙台も。あれだけど、変わってなければ、多分3バックとか、あとサイドハーフが中絞っての、まあシンプルなサッカーやるんだろうなって感じです。3-4-2-1可変してね。そうさあ、ゲームスタートです。お願いします。さあ、全然さあ、お最近三浦なんすかね、ジュビロね。コメント欄で来てますね。はじめ&ひろしく1番手ありがとうございます。こんばんは。ね、疲れてます。ヘロートです。ね、ヘロート、昨日点決めたやん。そう、見たよ。ヘロートの得点し、見たよ。ね、頭っていうね。顔面で行くっていうね。顔面でさ、こう、バンってさ、最後ヘディングシュート決めましたよね。で、最後、ヘロートちょっと、ヘロート大丈夫かなと思ってみたら、もうヘロヘロだから、ヘロートやんと思って。そう。もうヘロートじゃんと思って。ヘロートやんけと思って。そう。ね、最後寝そべってるって言ってるから、もうベロートだっていうね。さあ、藤原。おおさあ。お、ジュビロが先制ですね。さあ、なんか自己っぽい得点で点を入れましたと。あ、ユートか、今の。飛び込んだのラスト、ユートか。お、藤原ね。あー、滑ったのか。さあ、ジュビロ先制ですね。いやー、これは、ちょっとこう、ね、仙台のね、林からしたら、こう、ちょっとアンラッキーっていうべきなのかもしれないですけど、まあ、ただ、ユートとしてはね、ラッキーの形で、得点をね、入れることができましたね。まあ、そこでよく詰めてましたね、ユートも。中島。これは
いやさあ、大分の配信の時、山形鹿島、あ、お願いします。ね、高い城お願いしますね。高い城ね、みそぎ薬局プレゼンツね、お願いします。いつも通りのゲームレポートね。そう、このチャンネルのもうおなじみのね。そう、みそぎ薬局プレゼンツね。あ、これはこれはあれなのか、汗にならないですね。仙台ボールなんですね。さあ、藤原がこれで、藤原って僕さ、去年ちょっと見たんだよね。そう、この選手ね、ちょっとだけね。今シーズンあれなんすか、なんかね、ちょっと直近の試合見てないからあれだけど、ちょこちょこ出てんですか、藤原って。藤原健介ね。さあ、惜しいね。おまきと。ジュビロはシンプルに3作ってますね。こう上原が今、上原が降りてきてね、そう、力也がね。で、仙台が普通に、シンプルに4ポッツね。こう分かりやすく言うと。今、多分、ダゾーンではこう見えてるはずなんで。いでシンプルにサイドバックが高い位置行くんで、ジュビロも仙台も、もうサイドバックの1対1って今日見どころだったりするかもしんないです、ね。まあ、ジュビロがさ、こうなるからさ、形としてはそうシンプルなのよ。ジュビロも、ジュビロはジュビロでシンプルよ。形としてはビルドアップシンプルっちゃシンプルだよ。で、仙台も仙台で、一応今シンプルな戦い方をしてますね。で、ジュビロが今この形で崩そうとしてるんで、仙台の 4-4-2 に対して。こんな感じって言うべきかな。若干、ドゥドゥが中寄りかなって感じる。マサヤが結構開いてるんで、今。ね、前線のジャメ君って結構あれだね。そう、ジャメ君ね、そう、ジャメ君のプレーね、そう、久々に見るけど、そうね、今までだと結構さ、誰だっけ使ってたの、藤原と、あと誰だっけ、今まで誰使ってたっけ、ジャメ君の前って忘れちゃった。うん、結構ポストプレイ系の、ポストプレイ系のやつが多かったんだよな。シンプルに収める系のやつね。で、アルブクラス。さあ、ビューラ。仙台守備はめられるかな、これ。ドゥドゥがさ、中入ってくれる動きすげえ助かるんですよね。ジュビロ側ね。形としては今、これなんて、怒ってるのが。おお！
あーこれクロスのやつが、あーそういうことか。あ、ジュビロ2点目ですね。いや仙台不運すぎるでしょこれ。立ち上がり主導権完全に握ってんな、これ3点目いくかや、前半のこう開始っていうか、前半15分とかで20分時点でね、だから結構仙台がね、立ち上がりあんま良くないんで、今のシーンも若干こうボックスビルドアップっぽいことやってんで、こうズレ作れればいいんですけどね、こう3、2でね、今のエベルトン受けたしところは良かったんですけど。仙台のアキラさんどうぞ。あれなんすね、仙台のなんかで、ね、イブスなんか着てるさ、なんかこうさ手帳っていうのかな、あれ持ってる人はあれなんすね、おっさんなんすね。松本山川はなんかお姉さんなんす。久々に見たけどね、リカルド・グラッサね、やっぱ相変わらずいい守備の対応しますよね。っていうと今は完全にボール保持のところで主導権握ってるのってジュビロでして、まあこれねもう見てもらうと分かるんですけど、もうジュビロがさシンプルにさ3作るのよ後ろで、でウィングバック高めの位置っていう感じになって、でさこうするとさ当然だから前から奪いに行かないといけないけどさ、このそうプレスがね結構ちょこちょこはまんなかったりするシーン、こうスライドしなくていけ、スライドしないといけなくて 4-4-2 で、でジュビロのこのセンターバックっていうか最終ラインが結構前向いた状態で、前向いてる状態の時に結構こう、なんていうんだろう、プレス遅れちゃったりとかしたりとかするシーンあったりとか、あとこっから、マサヤとか、ユートからマサヤとか、ね、展開できたりとかして。で、もう一つ、ジュビロ側がペースつかめるんだろうなと思って見てるのが、仙台がちょっと今さっき気になったのが、ビルドアップちょっと気にしてまして、そう、まあ途中ちょっと立ち位置直したけど、中島、中山となんか中島は若干あれかな、うん。若干こんな感じでいいかもしんない。もしかしたら違うかもしんないけど。うん。まあ多分ね、あ、いや、多分この形でいいと思う。サイドハーフが中絞って、で高い位置でっていう、こういう形とか、あとは左ってこうなってたかな、うんね、この形で良かったと思うけど、やったらごめんね、これでいいと思う。でジュビロ4-4にね、最初ねこのままビルドアップしてたから、こう最初ね最初の形としてね、これでビルドアップしてたから、そう当然ながら前からハマっちゃうんですよね。なんで、この時に結構ボール取られちゃってっていうシーンが起こってたんです。
で今、仙台がちょっとこう立ち上がりからちょっと失点して、そこからあのボール持てるようになったからあれだけど、こうこんな形になってきたの。いつも通りの多分形だと思うんだけど、これがエベルトンがちょっと降りてきてって感じ一応ね、この形で対応してます。おー、合計解説してる間にゴール決まった。中島の、あー、そういうことか、ラスト触ったのか、合計わー、すげえ派手な試合やってんな、この試合。あ、これは、あー、いやー、取れるかや、いやー、取れなかった。まあちょっと立ち上がりあれでしたね。立ち上がりね、仙台があんま良くなかった分、この後で仙台がちょっと逆襲に来ましたね。エベルトンな、この狭い位置で降りてくるのな、パウロ現象なんだよな。そう、まあこっから前向けるからエベルトンいいけど、前向いてこう、だっていうの次の選択肢に、そう、なんていうの、まあ、次の選択肢に移ることができてるからいいけど、今のな、そう、パウロ現象なんだよな。あの松本山雅でさ、パウリーニョっていう選手がいるけど、こう今狭いところに降りてきてたんですよね。こういう狭いところね、降りるならこうちゃんとこう角度つけてサイドバックっていうかウィングバックが高い位置いけるような感じに、ね、なれればいいんですけどね。でそれに応じて合計とか合計がこことかになれれば、そう、ね、見てもらえば分かるんですけど、こうこっちでドゥドゥがこっち行けば、これでエベルトン経由して、でその分リキアがスライドしなきゃいけない。でも合計見ないといけないから、ここエベルトンフリーになれるからおいでとかっていう感じで前進できるルートができるんで、今のエベルトンね、なんかあれなんすかね、J リーグの外国人あるあるなんですかね。こう狭いところに降りてきちゃって、そう、こうボールさばこうとしてんのかってやつ。結構もったいないですよね、今の。あとは、お、鉄パイプさん、こんにちはって感じで。ななみさん、監督復帰したら岩田を応援したい。お願いします。モンテサポの配信者、あ、あれでしょ、なんだっけ、なんだっけ、名前忘れちゃうんだよね、いつも。なんだっけ、なんだっけ、あ、やべ、ド忘れした。なんだっけ、なんとか女子チャンネルさん。忘れちゃった。うん、ごめん、忘れちゃった。が、仙台の、道のくダービーに負けたから、みそぎとして岩下から ND まで、歩いて帰ってみた配信してましたよ。ね。あ、 あれじゃん。そうなったら俺もやらなきゃ。そうじゃん。俺それやらなきゃ。ね、あの、U スタジアムから、長野県の、長野県長野市の U スタジアムからサンプロアルインまで、こう、歩いて帰るってやつ。歩いて、あの、歩いてとかもしくは、あの、チャリンコこいで、帰るやつね。やらなきゃ俺も、それ。GK ビルドアップね、これね、ライド早いんだろうな、仙台の。この時に今、リカルド・グラッサね、あ、運べると思ったんですけどね、惜しいな。ライド早いな、仙台。GK ビルドアップしてるから、後ろでこう優位性保ててるんですけどね。
結構今全身で苦しんでたんで。養生しチャンネルさん、ありがとうございます。前に出発して今日の朝ゴールしてましたよ。おございますね。このあれですね、ニュースタジアムからサンプルアルミン歩きます。あのダービーの前に歩くわ、うん、新州ダービーの前に歩くわ。あの差し入れ、あのみんなオレンジジュースとか本当そういうものをよこしたらあれだから、あの泣いて喜んじゃうから、はい、泣いて喜んじゃうから、オレンジジュースとかキャロットジュースよこしてきたら。もっとあれですね、あれですね、緑色のジュースっていうかね、野菜ジュースを渡したらあれです、ビンタして帰れって言いますか。車できたらその車ぶっ壊しますね。怖いことを言うて。変身できればいいけどね。これだ。左のサイドバックかなと思うけど。ここで、うん、そうそう、こういう前進の仕方なのよ。そうそうそう、今の前進の仕方良かったですね、ジュビロ。あ、ドゥドゥ、プレッシャーかけられてさ、かわしたところ。うーん、惜しい。木田の突破から八女くん、さあ上原、いけるかな松原。松原って今シーズン左なんだよね。そうそう、あれ昨シーズンってどうだったっけ、松原右で使われてなかった、今シーズンって左なんだよね。32番の鎌田結構いい選手だなって見た。あの鎌田大地の本当の弟さんらしいですけど、去年福島にいたからさ、あ、去年福島だっけ、去年福島にいたよね、去年だっけ、一昨年くらいか福島にいたんだよね。すげえいい選手だなって見た。ここで言うとパウロはパウリーニョだったの。そうそうそう、田中パウロ純一さんはどうしようかな、田中パウロ純一さんはあの山賀ゴリラっていう名前をつけてたんですけど、そう俺の中でのパウロはあれなんだよね、パウリーニョなんで。田中パウロ純一さんなんて何名前にしてあげるかな、パーさんにしとくか、パーさんに。
ジャメ収まるようになってるのとちょジャメ収まるようになってるのちょっと嬉しい。仙台行った時はユニフォームも相まってオーバーに見えた、オーバーに見えたのが懐かしい。あーオーバーね、そうオーバーメアみたいにね、なんとなくわかるわ。でもねオーバーもこれね、そうサッカー見始めたきっかけっていうか、サッカー見始めたきっかけのチームが実はさ、あのまあ、代表が本当は最初なんだけど、本当はね、本当は代表が最初だよ。でも俺って実は欧州サッカーからサッカーちゃんと見始めた人間だからあれだけど、その時に好きなチームってクロップドルトなんだよね。クロップドルトで、あれか、トゥヘルドルト。そう、トゥヘルドルトはもう僕の青春時代ですね。だからオバメヤンとかギュンドアンとかマルコロイスとか、あと今 J リーグだとね、そう香川真司が来てるんですけど、香川真司ね、てか香川真司は僕の中での憧れのヒーローなんで、サッカー見始めたきっかけってあれですからね、サッカー見始めて最初に好きになった選手香川真司。なんかね、なんとなくこのオバに見えちゃうっていうのはね、なんとなくわかりますね。そうジャメのね、斜めのランニングいいっすよね。なんか結構万能型のフォワードになってんのよね、今見てたけど。そうちょっとなんか前のさ、なんて言うだろう、前のなんかジャメくんって結構まっすぐ走っていっちゃう系のさ、こう匂いっていうのかな、そういうのが結構伝わっちゃってて、そう結構気になったんだけど、今ねジャメ君結構良くなってますね、このランニングっていうかオフザボールの動き。あとね何よりそうこういうねプレスバック結構してくるんですよねジャメ君ね。だから万能型になりましたね彼は。こう降りてのポストプレイやりますからね。多分そんな得意じゃないと思うんだけどね、そんな得意じゃないんだろうなって見てるけど、ね、本当だったらね、2000何円だっけ、あれ2980円だっけ、本当はあの2980円でよかったと思うけど、ごめん名前忘れちゃった。そう2980円でいいと思うけど、本当はね主力になるはずだったんですけどね。うん、あこれは伊藤真希人に、これはあれかな、流しで見たけどウィレレでスマホ出して、一番最初の当たりキャラが、オバだったら、オバだったから愛着湧いたっていうのが聞く。あなるほどね、あのイケメン下手くそ、あのイケメン下手くそねっていう。あ、さっきの長崎戦の感想ね。なるほどね。エベルトンな、降りるなら降りるではっきりしてほしいな、これ。仙台のな、こう、エベルトンな。そう、エベルトンすっげえ突っ込みどころ満載なんだよな、今のところ。降りるなら降りるやっていうね、そう。あのパウリーニョと同じ現象が起きてんのよ。そう松本山雅の、うわーこれは、あーいやーこれは、いやーこれイエロー出てもおかしくない案件だな。アフター気味に行ってたからな。エベルトンもな、エベルトンでな、これは多分どうなんだろう、結構危険なプレイでしたね。本当にあの
あれだったね、これさ、スポーツブラっぽいやつのさ、あれなの、なんかさ、思った、ミツカンなの、マーク。アドミラルだけど、本当はアドミラル、アドミラルっていうさ、スポーツメーカーなんですけど。あ、三浦。伊藤真希とな、今のな、前向きたかったな。ここで前向けないとな、多分広しげりになっちゃうからな。今週実はさ、あれなんですよね、あの感染塾でさ、あの、うん、惜しい、感染塾でさ、あれなんだよね、実はさ、あの広しげりの授業をやったんですよ。あれさ、あれの裏話をさ、ここで言うとさ、あれだけど、まあ本当は入ってほしいんだけど、これね、そう、本当は入ってほしいんだけど、あの、あれのさ、授業作るためにさ、俺さ、もう一回さ、あの、松本山形対ザスパ草津群馬のさ、試合映像を見返す、で、あとなおかつ分析をもう一回したんです。分析をもう一回見たんですよ。まあひどかったっすね、本当。あのね、あれね、攻撃もひどいんだけど、ビルドアップもね、ビルドアップもひどいんだけど、守備も十分ひどかったっていう。いや、なんなら守備の方がひどかったっていうね。あの、前からハマってない時間帯に突っ込んでっちゃうシーンとかあったから。で、あの、前からはめられる状況なのに、ディレイしちゃうとかね。ああ、福島市、イエローカードですね。話案件だよね、さっきのね。おいでが、うん、ガルドグラッサーな、今のよく持ち運んだな。あれね、ほんと数センチだけど持ち運ぶことすっげー大事っていうね。ゲーム変えよう。いやー、いいところ抜け出したな、木田。いやー、惜しい。いいね。
マサポだから褒めるの悔しいんだけど、ベガもシンプルで強いサッカーのチームって感じがする。ね。まあね、まあ、個々の能力ありますよね。やっぱ見てるとね。あ、まさや。山田推し。この石一体の攻防みたいな試合になった。そうするとさあウンターになるけど、ちゃんとでもライン上げきってましたね、ジビロ側も。あ、コーナーか。あれ、仙台って天皇杯どうだったんですか？ちなみに。といえば、そうだ、忘れてたけど完全に。勝ったんっけ？天皇杯のね、話とかね、しときたいけどね。天皇杯ってどうだったん？仙台は勝ちだったっけ？あれ負けだっけ？あれどうだったっけ？どっか負けたんだよな。どっか。清水か。あ、そうだ。エスパルスが負けたのは、そうだ。エスパルスが負けで、エスパルス負け、仙台は勝ったっけ？どうだったっけ？あれ山形はやったんだっけ？あれ山形 やったよな。やったはず山形。モンテはやったはず。フリエと熊本が確か違うやつで、違う日で、で、神戸がうるせえ色で、そう、うるせえ色との試合だから、中野うるせえ色ね。田島がね、こういい感じになってます。いい感じにこうサポートできるところに。こう縦関係気味のところに。うん、惜しい。がいやあ、あ、ドゥドゥの追い越しマジでいいな。さっきから見てて、こうドゥドゥのオフザボールっていうのかな、そう、33番ね、ドゥドゥがさめっちゃいいなと思っててさ、これさ、これでさ語りやすくするとさ、このさ、ドゥドゥがさ、こうさ、今のさ、シーンだと、山田ここにいるじゃん。山田ここにいます。で、ドゥドゥがこう追い越しますっていうシーン。で、いいシーンだなと思って。あとは、ドゥドゥが、ま、中待って、ここで受けて、そっから、次の展開っていうか、次の選択肢に行くっていうのね。すげえいいなと思って、ドゥドゥね。いる位置良かったっすね。ドゥドゥね。で、マサヤは結構仕掛けるんですよね。これは変わってないですよ。松本マサヤね。あとはね、ジャメ君なんだよな。あとは、
あ、こんにちは、こんにちは。こんにちは、2回も来た。ね、じゃあ。ウドゥは、そうですね、去年ですね。去年獲得した選手ですね。そうそうそう。補強禁止ですね、ジュビロは。で、あの、ようやくあのその補強禁止処分になったっていうか、なんでな、まあ、っていうか、補強禁止処分でちょっとこうね、まあ、要因作っちゃった、あの、ファビアン・ゴンザレス、まあ、ラストなんですけど、ラストがようやく帰ってきたんですよ。まあね、こんな渦中の栗をね、拾ってくれるね、渦中の栗をね、拾ってくれたね、あの、なんていうの、横内さん、横内さんはすげえ感謝してますね。よく行こうと思ったなと思って。多分ね、まあ来シ、まあ、今シーズン自動昇格は分かんないけど、プレイオフまで行ければ可能性はあるけどな、ジュビロ1年で復帰は。俺ね、なんならエスパルスより可能性高いと思う、岩田の方が。エスパルスは、エスパルスは、なんて言うんだろう、個の力は確かにあるんだけど、結構なんかね、あのディティールっていうか細かい部分で結構怪しい部分があったから、うんと前清水の試合見た時にね、エスパーですね。結構個人戦術感が強かったんで、やっていうとこう個人戦術だけだとこう生き残れないっていうのはだけじゃこうっていうか上がれないっていうのは J2 で一番見ててよくわかるのかなと。そうなると、まあ、ちょっとそれが飛び抜けて強いのが、お式的なところで飛び抜けて強そうっていうか、あとちゃんとしたルールがあるのが、飛び抜けてそれがあるのは、個人的に、まあ、ヴェルディとか、大分とか、町田になるんだろうなっていう感じ。まあ、大分は限りなく、ね、大分と町田、今ね、T2 にいるんですけど、まあ、限りなくここは今一番強いっていうのは、まあ、なんとなく試合映像見てもらえればわかるかなと思いますけど。セルビアシンプルなんだけど、ね、あとは、ゼルビアが夏場どれだけ失速するかですね。これがちょっと気になります。ワキワキさん、こんにちは。補強禁止の中でもプレイオフ圏内はすごいですよね。ね。これはね、すげえ思う。多分ね、ある程度もうちょっと補強できてれば、多分また違った順位にいたかもしれないけど、わかんないけどね、そこは。ある程度なんかいいようなことができますけどね。あとはあれかな。個人的にプレイオフ圏内に来そうなのは、岡山と、山形かな。山形は多分来るよ。確実に。昇格圏内はちょっとあれだとしても、分かんないとしても、そう、まあその昇格圏内分からないっていう発言は、大分とゼルビアが、大分がどれだけ失速するか、ゼルビアがどれだけ失速するか次第です。多分今の感じだと先に失速しそうなのはトリニータかなって見てる俺はね。秋葉さんは攻撃の構築っていうか、なんかね、結構なんか細かいところがな、まあ、途中就任だからこそちょっと難しいけど、難しいところあるんだけど、そんな上手くないんだよな。ただこう、モチベを上げるとか、そういうところに関してはやっぱ一流の監督だなと思うけどね。ジャメ君。惜しい。あとは J2 でちょっと必要なところで言うと、理不尽力かな。理不尽力って言い方変だけど、なんか変な用語出しちゃったけど、そう、理不尽力っていうね。なんとなく多分分かってくれると思う。理不尽力ね。理不尽なフリーキック蹴っちゃうとか、よく分かんないやつね。
それでこそゼルビアもその感じじゃん。たまによくわかんないエリキの際、あとオルンガとかね、そう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 、オルンガみたいな、よくわかんないやつね。でもオルンガはね、クリスティアーノがいて輝いたとか、江坂がいてよかったっていうのはあるよ。それはあるよ、オルンガ。あとは清水と岩田のところで言うと、あとは天皇杯とルヴァンカップか。ルヴァンカップだね、一番。ルヴァンカップでどうなるか次第ですね。ルヴァンカップが長引けば、ちょっと厳しいのは、両チームとも一緒なんで。なんで、下手にね、J2 のチームってね、そう、J2 ってなんだかんだ試合数多いから、下手にルヴァンカップね、そう、生き残りたくないのが本音なんだよな、昇格したいチームっていうと。大事なんだけど、そうね、そもそも考えて J1 ね、J1 チャンピオンのレギュラーが、J2 にいるとかおかしいやろ、今で言うと、ジュニオ、リキ、いや、マリノスやないかいっていうね、こそ。それでこそね。いやね、いろんな選手補強しましたからね。あと、あれでしょ、あれもいるじゃん。藤尾翔太とかおるしな。下田北斗とか。さあ、まさやか。いやー、これはジャメ君。いやね、去年はね、僕あの、ジュビロ見てたから、そう、ジュビロね、こう、会ってくれると嬉しいなと思ったけど、で今、ジュビロ、ね、応援してるわけじゃないんで。ですけど、これね、あのエスパルスサポーターのさ方と挨拶した時にあれでしたね、なのがあのジュビロとは契約解除しましたって言っとき、さあロスタイム3分ですね。で勝手に山形も卒業してました。僕山形も応援してたんですけど、モンテも卒業してフロンターレも勝手に卒業してました。でも試合映像はあのフロンターレは割と見てるよ。フロンターレはね、岩田と山形だけはちょっとあれかなって感じ。うん、そうだね。いや反則がね、そうありそうですよね。マルコスもいつか J2 来るか。来るんかな、マルコス。来るんだったらあれだな。来るんだったらどこがいいんだろう。良さそうなところ、どこだろう。どこだろう。マルコスが来たらフィットしそうな J2 のクラブ。岩田仙台もなんかだって感じすんだよな。どうだろう。まあ、ポンポン蹴ってくるチームとは行きたくないですね。こう、縦ポンしかないやつ。ポンポン蹴ってきちゃうチーム。どうだろう。あ、山形か。山形はでもあれだからな。ちょっと変わっちゃったからな、少し。オフのさ、そう、ボスの時のやつだったら最高に合ってたけど、それだったらでも山田コータ戻せばええやんってなっちゃう。オフ山時代ね。
ダムクロスから、うん、はい、どう、あ、終わった。前半、前半終わった。はい、前半終了しました。まあそんな感じで、はい、まあどっちかっていうとあれかな、2点最初を立ち上がりのところではジュビロが相当こう超リードだったんですけど、その後ちょっと仙台ペースに変わったかなって感じですね。まあでもなかなか面白い一戦なのかなと思っておりますっていう感じで、ハーフタイム、ハーフタイムでございますけど、そう、今日この後ね、そう、実はレノファか、レノファがさ、今日エスナイデルウィジンじゃん。そう、エスナイデルウィジンだから、今日観戦塾、そう、上のさ、今固定コメントに貼ってるコミュニティなんですけど、こちらの方限定でねやろうかなと思っております。で、あとね、多分今週のね、これ観戦塾に入られてる方の、まあなんていうの、こうさ、情報なんですけど、多分今週末、今週の、あれか、一緒に分析会か、はい、一緒に分析しよう会は、多分ね、俺ね、ちょっと今日、この試合だけは、今週だけはちょっと自分勝手に決めさせていただこうかなと思ってて、一応ね、山形対岩木にしようかなと思ってて、今週はね、ちょっと。で、いわきはね、ちょっと今ね、動画作ろうかちょっと悩んでるんで。で、山形もね、ちょっとね、ちょうどいいかなと思う。ね、まあ、ぜひとも、まあ、山形サポとか、いわきサポ気になれば、コミュニティの方でご入会いただければ、はい、一緒に分析できますし、僕の見解すぐ聞けるんで、ぜひともお願いします。イエスタ神戸ラストマッチって堂々とやらなくても。言ってそんなイニエスタあれだったよ、あれだったけど、ハーフタイムちょっと休憩してこよう。タイム休憩します。はい。ハーフタイム休憩です。ハーフタイムは休憩します。そんな感じで、はい、ちょっとお待ちください。例えば休憩です。
あ、帰ってきました。何語ろうかな。いつもね、こう戦術分析っていうかさ、こうさ、ちょっと試合中にいろいろさ語っちゃうと、もうさハーフタイムやることなくなっちゃうんですよね。そう、試合終了とともにこれ配信終わるから、いつもあれだけど、いや語ることなくなっちゃうんだよね。何語ろうかな。何語ろう。あれ、今日他のゲームって何だっけ。あ、そうだ、いわきとあれか。そうだ、いわきと山形、これか。もうこの後すぐか。見たいな、いわき山形ね、地味にね、見たいんだよね。こう残殺賞にならないかが心配なんだけどね、いわきの。そう、いわきね、見たんだよ。そう、いわき実は見まして、そっちが2試合くらい見たのかな。フルで、あ、フルで見たのは1試合だけど、今一応2試合目見てて、あのね、いわきちょっとあれかも、あんまよろしくないかも。うん、そう、いわきね、いわきちょっとまずいっすね、かなり。あのね、なんて言うかな、いわきに関して言うと、あのね、まあ、クロス対応良くねえなっていうのは、まず一つ思ったことで、あとね、何よりね、こう、プレス行ってから、こう、なんて言うんだろうな、プレス行くのはいいんだけど、プレス行ってから、こう、そっから、あの、間開けすぎちゃったりとか、そう、もっと詰めないといけないところで、そう、間開けすぎちゃって、それで、逆にこう展開されるとか、そう、そっからバックパス選ばれるとか、そっからドリブルで展開する。そう。で、なんて言うんだろう。あの、前向いた状態で、そう、ボールホルダーの選手が前向いた状態で、そっから次の選択肢に移ることができちゃってるから、そう、これがちょっと山、あの、なんだっけ、いわきと熊本の試合見てて思った。で、あとは、あの、切るべきところのアンカーのコース切れなくてとか、そう、そういうところに渡っちゃって、中央でシンプルに中央のアンカーに展開されるっていうシーンがちょこちょこ散見されてたから、あとはあの一つこうずれ作られるともう対処できないっていうのはちょっと気になったかな。そうそうそう。で、攻撃はあの多分ね、いわきサポが言ってる有田がちょっと全然ダメっていうのがなんとなく分かったわ。うん、そう、有田が全然収まらねえのよ。そう、ポストプレイできるね、有田ね、11番の。これがね、収められないからなかなか攻撃の起点作れないとかすげえあるし、ただあのいわきはいわきでいいところもあるんで頑張ってほしいんですけどね。ちょっと今多分相当辛い時間だと思う。多分今日の山形でしょ。山形といわきで言うと俺ね、ごめんだけど勝てるイメージがわかん、いわきが。そう、多分山形でしょうね。8割方山形が勝利になるんでしょうね。これはすげえ見てて思った。ただセットプレイはね、なんかデザイン性ありそうだけどね。セットプレイは気をつけた方がいいですよ。あとは、サガリックかな。個人的にやっぱ。サガリックはやっぱいい選手ですね。中外使い分けての上がり下がりできたりとかして、こう、なんていうの、こう、なんていうんだろうな、あ、分かってる感がある選手だな。これですね、フランキーです。いるあれだけど、ね、豪快につけ麺食いに行きました。松本市にあるつけ麺ね、豪快に食いに行きました。あとさ、昨日のさ、セレッソ神戸の試合見ました？皆さん。見た？ラストのオチ見た？あれどう思う？で、笑いながら言ってるからちょっとネタ集がすごいするけどさ。あれどう思う？みんな。
セレッソ神戸のさ、あれさ、あれさ、思ったあれさ、つがさ、まあ、やったの前川だけどさ、そう、ね、イークラチャレンジね、そう、やっちまったかと思って、そう、イークラチャレンジな。イークラチャレンジはね、そう、確かにね、やらないといけない時あるんだけども、あれの時はリスクが高すぎるんだって、そう。リスクをね、リスクがね、高い状態になっちゃうっていうのもなかなかの問題ですけどね。感じで。あ、ハーフタイムね。コメントね。入れ替えまして、はい。よろしくお願いしますね。この後の配信はこれになりますんで。よろしくお願いします。16時かな。あ、仙台も、かな、仙台も交代なさそうかな、ジビロ側も。で、ちょっとね、俺ね、仙台側でちょっと気になったことがあって、1個だけ。アンカーにね、一回ね、パスが渡っちゃったシーンがあったんですよね。上原力也ね。この時がちょっと気になったんですよね、見てて。2で組んでるのに、アンカーに渡っちゃうってやつね。そう。で、多分ね、外で追い込んでる時は、そう、仙台側がね。仙台側が外で追い込んでる時は、基本こう、なんて言うんだろう。仙台の守備がうまくいってる時なんだけど、中央にこう差し込まれちゃってる時が結構気になるんで、その時に結構ピンチになっちゃうシーン多かったんで、それはちょっと気になりました、見てて。スナイデル山口、すげえ。サブメンバー、キーパー1人、センバ1人、攻撃ミッドフィールダー、山瀬、アタッカー、小林、高木、トップ、梅木、皆川。ね、さすがや、もう。さすがすぎるだろ。何なんだよ、その、もう攻撃しますよっていうジェスチャーっていうか、合図は。あ、お、金子翔太出てくる。お、金子だ。まさやから金子？マジで？あ、金子ですね。金子ってこっち？今日伊藤亮太郎新潟ラスト試合ね、どこだっけ対戦相手。あ、京都だ、そうだ、京都サンガじゃん。お、あれじゃん、よく考えたらね、ボンビーダービーじゃん。後半スタート。ボンビーダービーね、こないだなんかさ、バーカなんかで配信やってなかった？ちょっと見ちゃったけどさ、僕作業やってたけど途中でさ、そう、あれなんかやってると思ったらさ、バーで配信やってると思って驚いちゃいました、ね、今度会ったら言っときますね。あれっすか、女の子来たんすかって。女の子と話してたんだよね、多分。ぜひとも僕のチャンネルでもね、やりたいもんですけどね。バーじゃなくてな、バーだとな、バーだとな、ただの酔っ払いになっちゃうからな、俺が。ベロートになっちゃうから、俺が。ちょっと厳しいっすね。うん、女抱きたいって言い始めますからね。
メですね。酒によってね。そんな酒強くないっていう。酒飲むとあれなのよ。酒飲むと、俺が酒飲み配信かなんかうんと前やったときはもうベロートになってます。ベロートならぬベロートね。うん。だね。だね、これ、うまく逆つきましたよね。このシーンね。相変わらずこの木田のドリブラーね、牛品ですよね。だから木田がさ、あの、ウィングバックポジションになってるじゃん。スリーバック作った時の。最初僕、だから、あの、木田って俺のイメージで言うとさ、サイドハーフキャラクターなんだけど、そう、なんか、ね、ウィンクバックっぽい感じのことやって大丈夫なのかなと思って見てたけど、そう、最初ね、思って見てたけど、全然大丈夫ですね。おお、あ、うちだ。浜田、こう、受けるときに今ね、逆、こう、首ね、こう、振り向いてね、逆で受けるとかさ、ちゃんと受けるところとか、よかったっすね。エベルトンは今のところ突っ込みどころ満載なんだけど、木田とかじゃなくて鎌田は結構いいなって見てますね。ただやっぱこう前向いた時のこうボールっていうかパスのところに関してはやっぱ、ね、エベルトン J1 にもともといたからね、やっぱ一級品だなって見てますけど、今のね、今の外で追い込んでるときは、いいんすよね。中からこう、外に追い込んでるときの、仙台の守備って結構良かったりするんですよ。あと、仙台のビルドアップのときに、結構このときはうまくいくんだろうなって見てるのが、台形ビルドアップしてるときですね。そう、今のシーンすげえ良かったっすね。これ。これこれ。今のシーンめっちゃ良かったね。これ49分のシーンね。赤井が、そう。さっきも解説したんですけど、これね。こうなってるときは仙台ビルドアップ絶対うまくいくときなんですよ。ジュビロがこれなんで、守備のときこれなんで、でどっちかっていうとちょっと構えてるのがジュビロ側なんで、そう、前から行ってんのは仙台だけど、構えてんのがジュビロ側なんで。まあ、得点してるっていうのもでかいんですけど。それもでかいんですけど。こう、今のシーンだと、こっからさ、持ち運んだりするシーンあったんで、内田がちょっと高めの位置。で、ここに対してのマークっていうのが、ちょっと、今のところね、金子が本来多分行くべきところなんですけど、金子がなかなか行けなくて、ここでこう行っちゃうと、こう木田がここで受けてきたら、ここ出てこないといけない。ではそうなると、こう受けてから、鎌田がここで受けてきたらとか、こう受けてこう侵入されて、ここ受けてこう展開されたりとかしたら、それでこそ失点するきっかけになっちゃうんで。鹿島とか、鹿島と鳥栖の試合でやっちゃったんですけどね、鹿島が。
あと大分と山、大分と山形かな。山形と大分の試合はちょっとまた違った形だけど、結局似たか、ほぼ形としては似てるんで、を運んだり運ばれちゃってっていうのって、まあ一番似てんのはあれか、一番似てんのはあの相模原と松本山川の試合かな。プレスはまんなくて、結局3のところの3バックのところの3センバの脇の選手、3センバの選手が、2センターバック脇のところに侵入するっていうシーンね。そういうシーンがあったんで、ちょっとこれは気になったかなって感じ。まあ、ジュビロ側で。で、これね、でも、ただ、ジュビロ側にも言えることでして、これね、ジュビロもね、ジュビロで、3作ったときは絶対プレス、こう仙台のプレスがなかなかこう、うまくいかないときなんですよ。それが序盤だったんですよね。じゃあね、あ、今、ここは本当はマサヤだったんです。マサヤが開いてたんですけど、今、金子に変わって、金子が中でユウトがこうサイドバックとして上がりやすい形を作ってきた。で、おそらく多分、これの狙いとして、自分の勝手な予想かもしれないですけど、多分、こっちの方が侵入しやすいとかっていうのを考えたんでしょうね。とか、もしくは、これとかね。こういう形ね。三浦が。こういう形の方が侵入しやすいんだろうな。多分、これをやってる可能性は高いですよね。仙台は仙台で、今、内田が高い位置いってる。ちょこちょこ、このサイド張る選手と中に入る選手っていうのはちょっと変わったりとか、あと、押し込んだりするときかな、押し込んだりするときは結構、そのまんまこう、行くんで、本来の形のまま、スタートのね。多分こう金子を投入したいとはもう間違いなくこれでしょうね。今のこう中にいる選手ね、そう、マサヤだとちょっと中のところとこう生きるかって言われるとちょっと微妙だったんで、間で受けられるね、金子入れたとか、こう間受けてからのランニングができる金子入れたっていう采配はね、これは良かったと思いますよ。山口熊本から斉藤優也。ああ、どうなんすかね。ね、昔千葉にいた選手とかなんか獲得しそうですよね。ガルドグラッサの安定感あるな。ガルドグラッサのこれ安定感あるな。熱くなってますね。藤原と田島で熱くなってます、ね。こういうこう感情を爆発させるシーンって結構好きなんですよ。 J リーグだとちょっとやっぱ声の対象になっちゃったりするんですけど、ね、欧州サッカーだと結構よくありがちなんですけどね、こういうのね。結構好きですよ僕、こういうなんか熱くなっちゃうシーンね。よくピトゥカとさ、ピトゥカ結構熱くなっちゃうシーンあるじゃん。そう、この間の試合もさ、ピトゥカとか、あと熱くなっちゃった時の鈴木優馬とかね、結構好きなんですけどね、こういうところね。
だ鈴木優馬の時は挑発プレーは結構やりすぎなところありますけどね。ちゃんとそこにイエローカードが出るっていうのは最近ちゃんと、ね、J リーグでよく、まあ、よくね見られてることなんですけどね。よく見られてるっていう、ちゃんと見てんなってところ。あの開幕戦の京都サンガとかね、あれよくちゃんと見ましたね。あれはでも審判を褒めたいと思います。あれは明らかに鈴木優馬やりすぎなんで。ただこうエンターテイナーとしては僕あの選手めっちゃ好きなんですけど、子供たちが見るって言って子供たちが嫌いなプレーするって言うとなんかちょっとあれだけど、一つこう盛り上げるっていう役割で考えれば、ジーワキみたいなストーク F とフラムみたいなチーム苦手なんだよね。え、ガタイで弾いていっぱい走るみたいなクラブは結構苦手。惜しい。ユダップの時のな、リカルド・グラッサすげえ安定するんだよな。いやドゥドゥマジで最高だったな今のターン。いやー惜しい、ドゥドゥ最高にいいな。33番のドゥドゥめっちゃいい選手だな。対して、あーこれは、あーこれはあれかな、あるかな、サウサンプトン、サウサンプトンってそんなチームだったっけ。フラムを見たときは、フラムと俺なんかシティかなんかアーセナルの試合見たときは、ああそんなチームっぽいねって見た。あそれでこそね、今日シティね優勝しましたけど、ワウワウとさ、と TV Now さ契約解除してです、後半戦ほぼほぼ見てないっていうね。欧州サッカー J リーグばっか追ってるから、そう J リーグ追ってなおかつ1月か去年の1月、こうちょっとサッカーの勉強したいとか、あとこうワールドカップでの過密日程の関係でちょっとこうサッカーと YouTube お休みしてたから、あれだけどサッカー見るのと YouTube お休みしてたからなかなか見れてなくてでしたけど、この間ね、あの FA 杯見ましたけど、でも。なんかこうさ、あの試合でさ、ちょっと驚いたのがさ、本職サイドバックいなくねと思って。FA 杯かなんか見た時だけ。忘れちゃったかな。なんか、一時なんかシティの試合見た時に、あれ、本職サイドバックいないなと思って。本職サイドバックね。だから、今日の試合で言うと、もう、ザ、もう、まあ、あの、今日の試合で言うと、あとあれか、あの、松原とか、あ、鈴木優斗が一番いいね。鈴木優斗。優斗とかね。そういうタイプの選手いねえなと思って。でむしろいるのは、あの、センターバックタイプなんだよ。あれですね、来シーズンっていう8月からのシーズンはちゃんとね、このチャンネルでもね取り上げたいけどね、欧州サッカーね。少し僕はあれですよ、そうそれでこそあのアーセナルめっちゃ見てましたよ。そうアルテタのアーセナルは好きだったんで、あお後藤入るかな、山田が入りますね。まだ違うわ、後藤が入りますね。スーパー高校生入りますね。スーパー高校生
あ、違うかな。9番と、だからか。だから来ますね。だからめっちゃいい選手なんだよな、これ。めっちゃ嫌な選手入ってきたね。91センチあるんだ、後藤ね。これどうなんだろう、ツートップになるのかな、金子が打つんのかな。こっちも相良入ってきたからあれなのかな、相良こっちで合計こっちになるのかな、ね、見ていくか。540、J で言うと栃木とか町田とか、あと岩城も、あ、栃木とかね、多分苦手そうですよね、小山形さん。金沢はね、うちも嫌だね。トリニータも嫌いですね。金沢は見てて思うのが、センターバックの対応が見てて気になる。そう、結構ちょこちょこボールウォッチャーになっちゃうシーンがあって、そう、岩城とか結構あるんですけど、ボールウォッチャーになっちゃうシーンね、あるんですけど、金沢は見てて結構そういうのが多いんで、ちょっとね、多分、ね、柳下監督もおそらくその辺を言ってんだろうなとか見てて、ちょっと柳下監督の、ヤンツーさんのこう苦悩っていうのが伝わりますね。なんかそれっぽいコメントに酔わせてるんで。悪い監督じゃないと思うんですけどね。悪い監督ではないと思うんですけど、修正力が結構もう微妙な監督なんで、これはね、これはね、もう山形、あの、金沢サポから教えてもらってる話なんで。自分はひいきの、自分はひいきチーム敗退してるのに、1月からまたワーワー契約してました。ひいきチーム、これどこだろう？アイコンでわかるかな？どこだろう？ワッキーワッキーさん、あれかな？アトレティックか？アトレティコ、わかんないけど、アイコンでちょっと調べちゃったけど、アトレティコかな、アースなのかわかんないけど、1月で敗退したチームってどこ、チェルシー、チェルシーじゃない、アトレティコなんだ。ね、合ってた。ね。アトレティコいいよね。わ、Y さん、こんにちは。こんにちは。いやー、ちょっとなー。これでな、高いんだよな。位置が高いんだよな、あれ。これでな、降りてくるなら、もうちょっとなー。そう、ビルドアップで降りてくるんだったら、ビルドアップするんだったら、もうちょっとあれね、あそこの位置にいちゃうと高すぎるんだよね、位置。そう。お？あ、これなしなんだ。かっていうと綺麗なチ、綺麗なチームの方が好きな印象。それで言うと申し訳ないけど大分さんと。綺麗に崩そうってこと？まあでも大分とかね、鳥栖とか、大分と鳥栖はもうそれっけですけどね。あ、藤枝もそうだね。藤枝とか、あと沼津、沼津、そう、沼津、アスルクラロ沼津。ミス多いけどね。ミスはあるんだけど、そう、ミスはちょこちょこあるんだけど、沼津結構いいサッカーしてますよ。そう。沼津マジでおすすめっすよ、今見るなら。J3 で。そう。
監督も話題性ある監督だしね。あ、左だわ。だからこっちだわ。左がこっち行ってるんだわ。左がこっちで。あれ、俺間違えたかな、交代カード。だって交代カード間違えたかよ。あれ間違ってるかよ。いや間違ってないよ、ね、大丈夫だよ、ね、多分ツートップだもんね、交代しても。だから、多分これでいいと思う。多分ね、これでいいと思うけど。天皇杯で、山形と浦和やるけど、山形からしたら浦和は相性いいのかな。そうっすね。多分山形は多分浦和みたいなチーム苦手だと思うんで、そうですね、多分、うん、浦和とか、あと鹿島と当たったら最悪でしたね、山形は。そう、多分鹿島だったらもう最悪な対戦カードでしたね。鹿島そういうチームから勝ち点3取っていっちゃうんで。ダメね。いや惜しいな。つか今の崩しよかったな。ジャメのな、オフザボールマジでいいな。ジャメな、ジャメくんめっちゃ良くなってんな、オフザボール。そもそも J1 ロンチームは、J1、そもそも論、J1 チームはどこも相性悪いけど、フロンターレとかと好きかな。フロンターレね。好きな人多いっすよね、フロンターレね。そもそも僕は好きですね。あのね。あ、エベルト。トンナエベルトンな、そこで降りてくるのか。そっか、エベルトン今のところはあれだけどさ、鎌田、じゃあれてます。河合綿、河合綿とハイキック2発目イエローなし、以前の、にわかさんとか、さんの、想像通りの試合運び。で、なんかね、お回線荒れました、ね。ごめんね。ちょっと乱れました。最近ね、自分のさ、この家のネット回線があんま良くないですよね。皆さん大丈夫っす？ネット回線。あ、合計、これはチャンス。ベルトン。あー、これは伸びた。
千田先生マジで早くね、ゼルビア早くね、先生すんの早いんだって。こだっけゼルビア、ああれだ、そうだゼルビア今日あれだ、なんだっけあの監督名前忘れちゃった、カルリーニョじゃなくてなんだっけあれなんだっけ、あの監督名前忘れちゃうんだよいつも、カリーレだ、エルトンのな降りてくる位置問題マジで気になるな、もうマジでたマジでな、パウリーニョ見てるみてえなんだよな、狭いところに降りてくんなよ、エベルトン降りてきたい気持ち上がるけどさ、それだったらサイドバック開けやええやんって言ったの、全体もっと広がろうぜ、このエベルトンのな分かってない感すげえ伝わるな、でその分逆に鎌田の分かってる感がな助かってんだよな、もしかしたらあれだけどね、もしかしたら降りてくる役割としてもしかしたらそうなってるかもしんないけど、それかセンターバックがね、そう降りてくるってところで開ききってないか分かんないけど、狭いんだよな、俺もうちょっと開いてほしいんだよな、俺だったらな、そうすれば簡単に侵入できるんで、そうすれば鎌田が変なところに降りてこなくて待つことで、待つだけで十分だから、そう32番の鎌田がね、ねえなんかおぎいにょ来た、あ、やっさんだ、やっさん来た、じゃあやっさんだ、やっさん、俺の大好きやっさんだ、やっさん来た、やっさん、でもこっちの方が合ってそうな感はあるけど、ボギーによってここできるんだ、うん、ボギーによってさ、そう前回のさ原崎さん政権の時ボランチやってたよね、ジャメ君から受けて、さあ後藤、さあユウトか後藤、うわすごっすごっていうか、いやー、後藤で勝負あった感あるな今の、いやー今のないい崩しだったな、でもそれでもな、まあ、当たったけどな、当たってこう多分入ったと思うんだけど、え5ゴール目なの、なんかでも今審判挑発、審判っていうかさ今なんかさこんな感じのジェスチャーやってなかった、ことそうそう、まあ審判中受けられたシーンがあった、あおですね、コウスケですね、コウスケがここで、コウスケか、選手層広いな意外と、
補強禁止とはいえ選手層はなそのまんまだからな。黒だ、黒川とあの黒川とあれが抜けたくらいだからね。黒川と剣佑がいなくなったくらいだけど、あとあのレンタルから復帰組とかそういうのがね出てきてあれだけど、ここにさ諸岡君いたら本当にエグかったんだろうな、ジュビロ今シーズン。それはいろいろ考えられちゃう。そう、諸岡君がね、そう鹿島であんま出れてないからあれだけど、多分補強金しなくて J2 にそのまま下がるようだったら多分諸岡君結構生きたと思うんだよな。そうなると後藤がどうなるかとかデドゥがどうなるかっていう世界わかんないけど、取られどころ良くないな。アドバンテージ。エベルトンな。エベルトンがな、突っ込みどころ満載すぎてな。不安な。マジであれに見えてきたな。割り取り能力がないけど、ある程度ゲームメイクとき、ゲームメイクとかパス精度のところはいい、あの、あれなんだよね。パウリーヨに見えてくるんだよね。降りてくる位置間違えちゃうし、プレスの奪いどころにされちゃうしってやつ。パウリーヨに見えてきたわ。エベルトンやべえ、俺パウリーヨに見えてきたわ。エウリーヨになった。アルビやられた？マジで？ね、今、一時期の高校生のタピオカくらいハマってる。マジで？プレス？これで通じちゃうところがどうかと思うんだけど。ね、ありましたよ。であんなカエルの卵がハマったんだろうっていう、今でも謎なんですよ。あれってさ、そう、こんな話するとさ多分怒られると思うけどさ、タピオカ好きの人からしたらラーメンよりカロリー高いんじゃないか説があるらしいよね。あれとラーメン食う人って相当デブだぜ。にこれジュビロのゲームになってきてん。があれですね。時ねハマったのっていうと。タピオカはね全然ハマんなかったけどですね、エナジードリンクブームの時はエナジードリンクハマりました。
仙台のビジョサポが映ったと。金子がちょっとした時間稼ぎをしたところで、さあ仙台サポの大ブーイングが来たところでって感じです。いいね。さあこうだ。だよな、ここで点取りてえな、1点ね。あ、こうだ。おお、あー、これは、うわー、うーん、ここでか。で、リアン4ギ入ったやん。まだいたんだ。で、全然分かんなかったけどさ。まだあれだったんだ。プレイしてたんだ。アキラさんが近づいてって感じ。時間稼ぎをしたところで、ってなっております。540。デスパイプさん、引き分けが良かったな。あれですよ。引き分けはねえなって思ってたけど、この試合どっちかだろうなと思って見てたけど。これはでもね、引き分けで言うとうちもそうですけど。むしろ、どっち来てもあれなんだよな。むしろな、どっち来てもよくねえんだよな。そう。どっち来てもピンチなんだよな。そう。だからほんとマジで今日の試合、いやマジで今日マジであれだな。トリニータ負けらんなくなってきたな。そうだってこれでさ、甲府がさ、勝ち点3取ったらさ、逆転されるやん、順位。順位逆転されるやん。で、ヴェルディ勝つと、ヴェルディ勝っても順位逆転されるし、引き分けでも順位逆転されるからさ、結構あれなんですよ。この数分、ベガ応援してやる。頑張れ、点取れっていう。違う山の方からね、違う山の方から応援。違う山の方からって言い方失礼だけど、
違う山の方ってなんか言い方失礼だったけど。ちなみに山の方はスコアレスで折り返す。後半あるしかない。なんとなくわかるけどね。アルドグラッサが蹴ったところ、ちょっと仙台間延びし始めてきたかな、ちょっと気になるけど、だいぶもうこの時間で間延びが結構ひどいからな。浮気十分強い、ムキムキってバカにしちゃいけないよ、ただのムキムキではない。ただのムキムキではなかった。足田2点目。あ、カリーネ。カリーネだった。実はちょっとポンコツ監督なんじゃないか説があるカリーネで。ポンコツ監督なんじゃないか説っていうと本当にあれだけど、そっちのサポーターの人から叩かれそうだけど、ああターゲットでフォギーニョ、おフォギーニョ、フォギーニョ、ヤスさんか、ヤスさんかな、ヤスさん、さすがヤスさん、こういうところで仕事していくよな、ヤスさんうめえんだよな、ヤスさんね、ヤスさんうめえな。よくこう転んだところ、転んだっていうかさ、横になった体勢からよくシュート打ったよね。さあ、植木丸さん、ヤスさん決めましたね。デスパイプさんあるぞ。やめなさい。やめなさい。そういう。やめなさい。大分サポ的な俺もでも実は引き分けの方が嬉しいんだけどなっていうのはあるけど、あるんだけどなっていうのはあるんだけど、ちゃんとここは白黒つけてほしいなっていうのもありつつ。さあ、お。小川だ。はい。マヒロ。ああ入ってきたかこの時間で。お、ありがとうございます。みそぎ薬局プレゼンツだ。ありがとうございます。さあみそぎ薬局プレゼンツゲームレポート。さあ、アルビと京都が01で、赤と、秋田と、赤ボンビーが、00で、柳井海とムキムキが00。で町田と、実は無能なんじゃないか説カリーレが、2-0 で、町田リードで富山と鳥取0-0でまず岐阜0-0、ありがとうございます。ドギアキュープレイ。分かります。毎回。ここ重要ね。そう。元木薬局じゃなくて、そう、みそぎ薬局プレゼンツだ。ここ重要ね。町田を、町田青とムキムキにしよう。
あー、いやー、いかきやっさんだな、マジでこれやっさんだな、やっさんだな、いやー、やっさんだよ、このプレイもやっさんだよな。やめなさい、ジーコ、ジーコ、やめなさい、やめなさい、ジコレっていう、やめなさい。いやマジでやっさんあるな、これやっさんだからな、キッカー、もうここでな決めてくるのやっさんなんだよな。やばっ、ごめんなさい、キーパーの背中に当たった、ごめんなさい、さあやばっつか、ユアスタの雰囲気やばすぎでしょこれ。あ、ヤスさんどっちか、でかいヤスさんなんだろうな、うん、ん？あった？いや違うっしょ。出たか、出たか、出たか、うん、あ、終わった。さあ終わりました。さあジュビロ磐田の勝利でございました。おめでとうございます喜び方が可愛い後藤っていうね。いやー面白かったな、でもそれでも面白かったなこの試合、ね、いやこれはちょっとラストのな、ラストのちょっとあれが見たいな、なんていうかや見たいな、アキラさんとな、あ、いやーマジでかこれ今日、いやーマジで今日あれじゃん、マジで取りにいた今日勝たんといけなくなったな、もうこの試合どっち勝っても良くなかったんだけど、うわマジでか、今日勝たんといけなくなったな。いや群馬強いからね、そうマジで、いやトリニータマジで勝たなきゃいけないじゃん今日の試合これ。いやむしろね、この試合この試合でシンプルに面白かったけど勝たなきゃいけないやん。いやーちょっとマジで緊張感が
せめて引き分けで終われよんと思ったけど、まあしゃあないな。3箇所同時だからやめなさい、事故率高いって。やめろ、やめろってそれ。やめなさいよそれ。沼津やってる？マジで後半やってんだね。あれですね、感染塾の方にもね枠変えないといけないんで、これでねもうちょっとだけ語ったら終わりにするわ。沼津さん後で見ときます、ね、やった。大人あれいら、あれいらんかったよ。でもあれは取る流れだったでしょ。マジであるんじゃないかな。いやなんかこの試合見てて思ったけどさ、ユビロワンチャン昇格あるのかな。俺なんかさ、そう静岡さんチーム見てて思うのがさ、まあ藤枝はまああれだとしてさ、戦力差的にさ昇格はさあれだけど、あれかもしんないけど、でいやワンチャンあるな俺。そうワンチャン俺ジュビロ昇格あるんじゃない仮説が今漂ってんだよね。ワンチャンね。あ、プレイオフまで行けば可能性はなくはないかなと思って今プレイオフ圏内入ったけど。だって今勝ち点これで33でしょ？で、あれでしょ今、ね、ジュビロ、今だからヴェルディ、ジュビロで被ってるから、そう。で、その1個ちょっと飛び抜けたところに大分がいるから、取りにいたの。これで今日多分町田が勝つから、長崎は勝ち点3を稼げない可能性大。ワンチャンあるな。ジュビロワンチャンあるんじゃないか説なんだよな。俺エスパルスよりあるんじゃないかなって見てんだよな。っていう感じで、はい。ありがとうございました。あの、この後ね、あの、観戦塾の方で、なんだっけ、オフ対、レノファの、あの、エスナイデル監督のウィジンをね、コミュニティっていう、観戦塾の方限定でですね、配信しようかなと思っておりますので、ぜひともね、はい、ご加入っていうか、ご入会の方、お待ちしております。この後ね、18時からね、はい、18時からは、はい、群馬対大分の試合ね、まあ、大分はもうマジで勝たないといけない試合になったんで、はい、ぜひとも一緒にね、ご覧、一緒に見ていただければいいかなと思っております。もね、トリニータ応援しましょう。トリニータの勝ち点さん掴みましょう。よろしくお願いいたします。っていう感じでありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしく。そしてコミュニティの購入会もお願いします。そんな感じです。バイバイ。